ミュージックエモーション。こんにちは、 P さんです。夜のミュージックエモーション始まりました。今日もよろしくお願いします。いや、梅雨明けましたけどね、皆さんの地域どうでしたでしょうか。山間部とか割とね、土砂崩れとかですね、結構その災害がねあるぐらい降ったんですけども、米子の方もね、あの街中の方もかなり降って、それこそもう運転中前見えないよぐらいなね、あんまり出かけない方がいいんじゃないかぐらい降りまして、いやー、こういうこともあるんだなと、思います。まあ、気をつけていきましょうね。さてさて、もう夏祭りがね徐々に開催されているのかな。オカポンさんからメール、メッセージいただきました。P さん、これ放送している日には梅雨明けしてるね。しましたね。終了日は、収録日は梅雨の最終かな。まあ大体そのぐらいですかね。P さん、夏祭りの運営側あるんだね。山陰ではないか、県外ですね。ほとんどね、うちの仕事は県外なんですよ、実は。ゲストアーティストの情報ないから P さんに会うことないな。僕が出てたらおかしいでしょ、どう考えても。山陰なんとか祭りみたいなのにゲスト P さん、僕は何をすればいいんでしょう。てか P さんの運営先そのものがわからんか。確かにね、まあ転々としてますからね。なんか行けば行くほどね、いろんな地域にお願いされるんですよね、いろいろね。それより自動車変えたんだ。お、そうなんですよ。犬とお出かけかってことは、後ろ座席がフラットになるワンボックスかステーションワゴンって感じかな。機材も乗せやすいし一石二鳥だよね。ハイエースとかいろんな荷物乗せやすそう。ちなみに自分は軽しか買ったことないから、でかい車は苦手だわ。あと自分は猫派だわ。犬も猫も飼ってたけどね、ということでね。まあ、買い足したっていうか、買ったんですけども、あの僕が乗る用じゃなくて妻がね運転する用で、で妻はやっぱり運転ちょっと苦手で、得意ではないか、得意ではなくて、まああまり大きい車がね苦手っていうことなんだけど、普通車がいいっていうことでね、一応その普通車の枠の中でなるべく、まあ、大きくない車にしまして、でかつね、言われたようにね、後ろはフラットになるようで、犬そのまま乗っけてほったらかせるよみたいな感じに。でね、このね土日ね、妻のね運転練習に付き合っておりまして、だいぶね上手に乗れるようになって、で最近の車ってね機能が多いじゃん。でいろいろ機能をねこう教えながら運転してもらってたんだけど、一個できるようになるとね一個忘れるみたいなね、同時にやらなきゃいけなかったりするから、それがねなかなか難しいところなのかな。機能がたくさんあるってことはね、いいことばかりじゃないなと思いながら見てましたけども、でもやっぱりね、あの前軽自動車だったんだけど、今回普通車に変わってかなりね楽になったみたい、やっぱり。まあオカポンさんもね軽自動車メインだと思うんだけど、最近の軽自動車めっちゃね性能上がってるから、全然それでもねもう過不足ない。ただ長距離になるとちょっと普通車の方が楽っていうか、あの安心感かな。安全装備とか、まあ、フレームの強さとか、まあやっぱり軽だとやっぱり軽いから、で普通車だと多少ね、まあ、丈夫になるので、その辺の安心感はあるのかなっていうので、まあ普通車に、しまして、なのでね今回買った車は僕はね乗らない、僕用ではないので、機材も乗せないのでね、あれなんですけども、ただまあ女の子でもね運転しやすいかなと。ちょっとねスポーティーなねモデルではあるので、運転での走りも楽しめるよっていうね、こうバランスのいい感じで、まあ楽しんでもらえたらなと
そういえば妻もね、車が新しくなったら、車の運転基本苦手、あんまり好きじゃないんだけど出かけたくなるって言ってましたね、ここ最近毎日ね、出かけようかって言うんですよ、その自分の車で、なのでまあ喜んでくれたのかな。あとは買った時にあのガラスコーティング2年ぐらいね持つね、コーティングしてあるんで、この梅雨の土砂降りの中もう全部雨弾いて、いつもピカピカなのでね、それもね嬉しかったみたいでね。結構ねコーティングって高いんですよ、安くないんですよ、何万円もするからね、6万7万するからね、安くはないんだけど、やっとくとね、あの洗車ねする必要ない、洗車したらダメだし、あんまり手で拭くのはいいけどね。はい、ということでね、犬よりも猫派のオカポンさんでしたけども、まあいろんなねこれから祭りが増えるから、オカポンさんのレポートも楽しみなんですがね、ぜひ期待しております。それでは今日はねここでね楽曲またバババッと流したいんですけど、ちょっと懐かしい曲、藤本宝さんの曲をね流したいんですけども、その中でもアコースティックバージョン、こちらにね、まとめてみようかなと思います。1曲目はクロスロード、2曲目はノーティス、3曲目はボイス、4曲目はマイプレシャス、5曲目はエターナルです。すべてアコースティックバージョンでお届けしたいなと思います。それでは聴いてください、どうぞ。
白いこの空の下で手をつなぎ合う僕ら、やっと巡り合えて強くその手掴んだ。少し力を入れすぎたのかもしれないけど、砕けた破片が心の奥に刺さった。手を伸ばせば届く場所にいたのに、今でもすれ違う強さなら、僕は弱くたっていい、君を守れるのなら。覚えている記憶、笑顔の君と、その声同じ
歩いてきてどれくらいの涙や弱さ見せたのかな。君が幸せで笑顔でいれるように、君が思う道を歩けるように、この声が力に変わること、夢が生まれること、今君が作り出す未来の道を開いてく。やりきれない夜もあったけれど、いつでも一人じゃなかったかな。君がこれまでに残した足跡は今強く眩しく輝いてるよ。この歌が未来を変えること、誰も僕らを止めること一歩はできないよ。君が幸せで笑顔でいれるように、開いてく。この歌が未来を変えること、愛が生まれること、そう誰も僕らを止めること、一歩はできないよ。
はい、聞いていただきました。今日はね、アコースティックバージョンの藤本宝、1曲目クロスロード、2曲目ノーティス、3曲目ボイス、4曲目マイプレシャス、そして5曲目エターナルを流しました。久々にね聞きましたけど、なんか懐かしい感じはしましたね。うん、まあね、今ね、僕の手元にね女性ボーカリストがいませんのでね、新しくねその何かしらのアクション、今やろうと思ってもねできなくて、で東京だったらねそのいるんですよ、何人もね。でもちょっとねそのローカルでねなんかやってみたいなっていうのもあるので、もしね、まあ見つかれば何かしらのアクションをこちらの番組の方でもね、お伝えしたいなと思いますしね、僕の力でねどんどんタイアップもねあるんだけど、今はね、手元にボーカルいないので、まあ、いろんな人に今僕が作って歌ってもらってるというような状態ですね。ってなわけでね、こちらのラジオアーカイブはですね、P3 チャンネル YouTube で検索お願いします。 P3 チャンネルに、ラジオアーカイブ載せております。こちらの方にコメントいただけると助かります。ということで、熱中症対策よろしくお願いします。それではまた来週、 P3 でした。じゃあね。